桜庭奈々美だ。え、僕ファンなんです。私は誰？ここはどこ？まさか記憶喪失？あなたは誰？え、あ、僕は丸の内健太、二十歳独身で。丸の内？丸の内？丸の内に行かなくちゃ。え、丸の内ってあの東京駅前のサラリーマンの？違うわ。丸の内は今や三菱地所によって世界中の人が笑顔で働けるグローバルビジネスセンターに。あ、私なんでこんなことを。え、私を丸の内に連れてって。え、人を思う力、街を思う力、三菱地所グループ。何この展開。続く。三菱地所東京ディクショナリー brought to you by 三菱地所。東京の今をキーワードから切り取る三菱地所東京ディクショナリー。開幕目前、 2014FIFA ワールドカップブラジル大会。今週は今からでも遅くない、これを知っておけばワールドカップ通になれるかも、をテーマに、木曜日まで4つのワードを取り上げていきますよ。初日のキーワードはブラジルドリンク。遠く離れた地球の真裏ですけども、意外につながりが深い日本とブラジル。かつての移民政策、そして現在日本にはおよそ18万人のブラジル人が生活しています。深いつながりは飲み物の世界にも。例えばですよ、ブラジルコーヒー。日本が最も多くコーヒー豆を輸入している国なんです。日本で飲むブレンドコーヒー、この多くはブラジルの豆がブレンドされているんですね。それからカシャーサというサトウキビから作られるこのお酒も最近日本に進出中です。カシャーサ。今朝はですね、そんな日本とのつながりが深いブラジルドリンクについて、ブラジルの情報発信サイトメガブラジル編集長麻生正人さんにお話を伺いました。まずは聞いたことがある方もいるかもしれませんね。ブラジルの国民的ソフトドリンクです、ガラナについて。ガラナというのはもともとアマゾンの地方で先住民族が薬として飲んでいた果物なんだそうです。それを清涼飲料水化して広く飲まれていたんですが、このガラナに目をつけて、ガラナの原材料を日本に輸入して、その香料を使ってコアップガラナを開発しました。実はこの当時、日本人が移民をしていたパラー州にあるトメアスという町でこのガラナも作っていたんだそうです。実はこのトメアスという町は、最近話題のアサイという果物を今日本に輸出をしている町です。もともと先住民族が薬として飲んでいたガラナ、そのガラナのふるさとは今日本で話題のあのアサイのふるさとでもある。ちなみにこのガラナなんですが、今大会地元ブラジル代表の公式飲料となっているんですね。ブラジルドリンク。さあ続いてはドリンク以外の食品にもちょっと注目してみたいと思います。こちらもブラジルと日本の深いつながりを感じさせるエピソードが。ブラジルでここ数年、手巻き寿司のファーストフードチェーンが人気を呼んでいます。手巻き寿司は手巻きと呼ばれていますが、この手巻きを売る店というのは手巻けリーヤと呼ばれています。それから日本の食文化でブラジルの生活の中に浸透しているものの一つに、インスタントラーメンがあります。インスタントラーメンは1960年代に初めてブラジルで売り出されたんですが、当時インスタントラーメンは明星というブランドがブラジルで売り出されました。ラーメンのような形状のものはもう明星と呼ばれています。実は日本食品の多くは豆腐をはじめ健康食品としての認識が高いものが多いんですが、その中でも近年、糸こんにゃく、白滝が注目を浴びています。この糸こんというのが、実はやはりラーメンに似てちょっと乳出ているので、ダイエットでカロリーのない奇跡の食べ物ということで、奇跡の明星、明星ミラグロッソというふうにもダイエット好きの人の間では呼ばれているそうです。はあ、手巻き寿司のファーストフードがブームで、手巻きがお店では手巻けリーヤ。はあ、
そして明星のこの逸話も面白かったですね。興味深い現代の奇跡の明星は糸こん。ああ、ブラジルで食べるおでんの中の糸こん、どんな味なんだろう。つながってますね。このブラジルドリンクもまさにこれからまだまだブラジルのアマゾン奥深くのね、さまざまな奇跡の食材がここ日本にもやってくることになるんじゃないでしょうか。さらに詳しくブラジル情報を知りたい方はブラジルのカルチャーをまとめた本、ブラジルカルチャー図鑑、ファッションから食文化までを巡る旅、こちらをチェックしてみてください。三菱地所東京ディクショナリー、今朝はブラジルドリンクというキーワード切り取ってみました。